川崎鶴見臨港バスの鶴12系統北寺尾線は、鶴見駅西口から日本木獅子ヶ谷を経由して馬場7丁目を循環して鶴見駅西口に戻る路線です。この路線の歴史についてはこの動画の後半で触れます。動画の前半では路線のハイライト、走行シーンを中心にお届けします。ナレーションは次のセクションまで入りませんので、飽きてきたら次のセクションにお越しください。
ここからは臨港バス鶴12系統の歴史です。このスライドのベースとした路線図は横浜市営バスの88年版です。馬場7丁目、鶴見駅西口、そして主要箇所の位置関係はご覧の通りです。路線は85年頃に開通しました。設定当初は文字通り馬場7丁目駅となっていましたが、いつの頃か運用が変わり、基本は循環線。出入庫のための循環線で終点となる便は上宮1丁目止まりで、始発となる便は馬場小学校発となりました。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。皆様のチャンネル登録をお待ちしております。